子がやっぱついてない。ああ、ついてないですね。体育系の子と、実際液晶で3分の2ぐらいこの体力を獲得しますので、マイコン自体は 0.8 マイクロアンペアぐらいです。体育系の子ができる。これアプリケーションの結果だというのはほとんど眠スリープスリープで眠ってると、はい、どちらでもお使いいただけるんですけど、あの特にスリープも低いのでそこから急速に立ち上がることができるので、あの、まあ、そういったアプリケーションには充填しています。例えばこれあのノップ命令書いてぐるぐる回しちゃったら、はい、こんなわけにはいかない。まあまあここまでは手順にはならないんですけども、あのアクティブも非常に低いので、はい、この時計実際バッテリーレスって言ってましたけど、本当にあの例えばこれ隠した場合にどっかにエネルギーをチャージしかないといけないんですよ。そうですね。その、はい、そういった時にあの例えばこちらのキットなんかは、まあ、パネルもそうなんですけど、サイバネットさんの、はい、スーパーキャパシタの微量の電力で400回ぐらいも無線で通信できるような写真になってますので、はい、ほとんど持っててもそんなに長い間ずっと持っていることはないので、はい、そこは大丈夫。じゃあそういうスーパーキャパシタみたいな科学的なストレージがある程度入ってるわけなんですね、はいはい、そうですね、まあ、これも今ですけど、ここは普通の電解、あ、コンデンサーですけども、これコンデンサーの電力だけでだいぶ長い間これだけで今持ってるという、はい、そうですね、まあ、こちらも大半液晶に電力使ってるので、マイコンはするとようやく薄くなって あよ、液晶が消えても実際これはまだ動いてますね。100マイクロファラッド。まあ普通は電力を貯めるのに使わないコンデンサーですね。そうですね。まだまだ液晶が消えてもまだまだマイクロファラッド。本当に業界ナンバーワン低消費電力。これ赤外線リモコンみたいな大パワーのものには使えない。いや使えないですよ。ああいうものも大丈夫なんです、はい、大丈夫。あのテレビみたいにたまに押すようなものでしたら、はい、大丈夫です。最近なんかエナジーハーベスティングって、はい、あの電力貯める方は耐えてますけど、はい、こういうふうに元から低消費電力で動くものの方が、まあ、どちらかというとベストですよね。そうですね、エナジーハーベストには非常におすすめです、はい、そういったプロモーションの仕方も、まあ、今日はしてないですけど、はい、プロセッサーそのものの低消費、はい、機器そのものの低消費電力が、はい、まだ進んでないので、マネージメント、エネルギーマネージメント側の話題なわけですけど、はい、機器そのものを低消費電力にしていこうというのは提案ができると思います。はい、やばし、マイコンの方が専用のハードウェア作るより、あの開発者が楽ですからね。時間もかからないです。最近いろんなものが、あのおもちゃとかマイコンで動いて、あのいろんなもの動いてますけど、やばし電力結構食っちゃいますからね。電池もね、ばっかりできないので、よくやっぱりバッテリー寿命というのは、付加価値になるのかなと。そうですね。これからどんどんこうインテリジェントな回路っていろんなところに増えてきますからね。